はい、皆さんこんにちは、マンダリングルフィッシュです。今回からプレイしていくのがこちらですね、ウィニングポスト8の2015です。早速始めていきましょう。始めからです。案内役はこの人、朝比奈すみれさんですね。注意点がありますよと。エディットを用意しておかないとエディットが使えませんということなんですが、そもそもエディットするものがないのでこのまま進めます。で、秘書官を選べということなんですけど、2人ですね、このすみれさんかエリカさんか、すみれさんにしましょう。で、この辺りは設定ですね。1982年から始めるか2016年から始める、どうせだったら、1982年にしましょう。僕の生まれ年でもありますからね。で、難易度はノーマルでいいですね。モード A が、レース結果がほぼ史実通りになるモードと。で、モード B が、どうやら A と同じだけどレース結果はそのまま再現されますので、これが一番面白そうなのでこれにしましょう。エディットも何もないので、ロードを中止してエディットデータはないのでこのままやります。スペシャル守護馬を登場させますか。させましょう。10頭まで、上から10頭を選んでいきますか。こんなところでいいですか。ウィニングポスト8をやっていないので、ストーリーデータを引き継ぎません。勝負服以外は変えられませんよと言ってますね。使命は、いつも通りパワちゃんにしますか。ということで名字がパワ。名前がチャン。なんかチャンって聞くとなんか中国人みたいですけどね。振り仮名同じでいいんだけどな。入れなきゃダメ。おっとっとっと。パワー。あ、続けて入れなきゃいけないのね。はい、じゃあパワーちゃんということでこれでいいですね。はい、この辺りはデフォルトにしましょう。年齢は自分と同じ32歳にしよう。はい、新人バヌシーニモードなんかめんどくさそうなんでこれはやめとこう。ところでパワさんはどちらでしたっけ。何か独身です。身を固めたいです。もう自分結婚してるんですけどね、せっかくなんでゲーム上は独身にしましょう。牧場名もパワちゃん牧場にしましょう。パワちゃんということでこれでいいですね。カタカナなんでファームにしましょう。ばあちゃん、ということですね。はい、入力完了でございます。どこにしようかな。なんか一番発展してそうなのがいいな。ここ多いな。ビッグフットファーム、ここがいいな。守護馬も多いし、ここにしましょう。これは方針を決めるんだ。どうせだったら女の子がいいな。ここにしよう。篠原ひろみさんかな。はい、ヨークセールがあるので行きましょうということですね。どんな馬を買おうかなというところなんですけど、なんかキャラが出てきましたね。調教師の河合浩二さん、グレートカブトの80がおすすめだと言ってますね。
は言っても、どうしようかな。一番高い馬買っていこうかな。ミッキーヴィンテージを買いましょう。金は20億ありますからね。一発買いする。8000万で一発買いです。楽しみですね、このミッキーヴィンテージがどんな走りをしてくれるか。さあやっていきましょう、ミッキーヴィンテージいいじゃん、瞬発力高いよ。で、どこに預けるかということですね。さすがにここは全部女の子はいないんだな。じゃあ一番若いところにしますか。ただ通算勝利数が少ないな。通算勝利数が一番多いこの2勝。はい、お願いします。まず1勝を目指しましょうね。ということで和服で登場しましたね。パワさんでいいです。客が来たと。誰？ああ、なるほどね。はい、お願いしますね。わざわざそのために来なくていいよ。環境設定でできるだけサクサク進められるように変えていきましょう。観戦レースは、まあ、最初はね、見ていきますか。で、後々見るのはやめましょう。で、この辺はもういいですね。本馬場入場もいいでしょう。月末収支報告、レース結果報告は見なくていいや。チュートリアルも見ない。場面表記はカタカナ。メッセージは高速。週の初めにユーザー報告は見ましょう。レース経年演出、これも見ない。はい、これにします。ネクスト。日曜日のレースが行われています。ちなみにこれさっきの設定変えないと、ここでいちいち、レースの結果が見せられるんですね。それが意外と長いんで、今回はちょっとそこはね、やめさせてもらいました。若い馬がいいよな、どうせ譲ってくれるっていうなら。6000以上か。東証ペガサス、こいつにしよう。冠名は1つ使用します。目の前につけて、カタカナ5文字以内ハマってるな。これパワーちゃんってちょうど5文字なんで、パワーちゃんにしましょう。はい、アクセントとかもつけられるんだ、これはすごいな。特に名前思いつかないんで、食べたものにします。昨日夕飯に春巻き食べたって、パワちゃん春巻きにしましょう。春巻きですね。はい、特に、音声設定とか気にしません。このままいきます。まあ東証ペガサスはそのままにしましょう。でネクストですね。鮎川厩舎、はい、東証ペガサスよろしくお願いしますね。5月1週の青葉賞で、出てくれるみたいですね。まあこの辺はいいでしょう。おいおいやっていきましょう。でネクストで進めます。馬が一頭もいないからな今。
また客か、なんかちょっとハゲてるこいつ、おっとっとっと、馬を譲ってくれると言ってますけど、若い馬がいいよな、どうせだったら。スズサフラン若いんで、スズサフランにしましょう。はい、はい、ありがとうございます。なるほどね、選ばなかった秘書の青葉エリカさんがなんか話をしてくれるみたいですね。まあ、この辺もいいでしょう。とりあえず青葉賞見たいな。で、牧場見学の申し込みに、来たと。全員女？何しに来たのよ。調教師やってたり漫画描いたりと。すごいな、この女性ばっかり3人来るなんて。現実的には絶対なさそうだよな。なんだこの宿長相互ってのは。またなんかめんどくさいやつが出てきたな。この人が訪れてくるイベントってのちょっと飛ばせないのかな。結構めんどくさいですね。またこいつかよ。じゃんじゃん飛ばしていきましょう。なんか1ヶ月送りとかできないのかな。1ヶ月単位で送りたいな。先送りしたい。あ、施設が作れるようになるんだ。なんか作りますか、そしたら。せっかくなんでなんか作りましょう。またこいつかよ。建設で何か作れるみたい。基本施設12億高いな。牧草厩舎、ウォーキングマシンとか、まあいろいろありますね。なんか1個ぐらい作りますか。5億円、ウォーキングマシン、集団馬房、ヨークを成長させ早めにデビュー可能。これがいいな。これを作りましょう。場所も色も選べるみたいですけど、まあこれでいいですね。で、場所も選べるみたいですけど、まあここでいいでしょう。デフォルトのこの場所にしましょう。で、ネクストです。と今作りかけの状態なんですね。いきなりトーンってできるのかと思ったんですけど、伊坂修三郎かな。これはもう言わずと知れたあの人ですね、きっと。似すぎだろ、にしても顔。あそこまで似せるんだったらもう同じ実名で出しちゃえばいいのにと思うんですけどね。しばらくやることがないという状態が続きますが、お客さんが来ない方がでもいいな。めんどくさいですからね。なんかそろそろ来そうな予感もしますけど。春巻きか、頼むぞ。頑張ってくれ。ヨークが誕生しました。ありがとうございます。桜が咲いたそうですよ、見に行きませんか。また来た、競馬キャスターなんだこいつ。なんかこいつもちょっとあれに似てるな、顔立ちが。
5億も減ってるな、もう20億あったの。なんか電話かかってきたぞ。お、東証ペガサスの実習2週先に出てくれますね。お、楽しみだな。ただ所詮人がね、馬ですからね、自分で育てた馬じゃないっていうのはありますけど。やったー、馬房が完成したぞ。最大レベルまでレベルを上げるっていうのがある。青馬城に東証ペガサスが出てくれると。またこいつかよ。トップブリーダーがなんでこんな新参者のところに来るんだ、わざわざ。普通こっちから行きますよね。ちょっと説明をしてもらいましょう。種付けのルール、この辺はいいかな、なんとなくでやっていきましょう。また客かよ。なんで面白そうな牧場だって言われるのかな、ここが。なになに、どうしたの。嫌なやつなのかな、こいつ。無礼なやつ。またかよ、もう多すぎだよ、本当に。ほっといてくれ。種付けはしとかないといけないので、スズランに誰をつけるかというところですね。いや、わかんないな。どれをつけていいのか全然わからん。ただきっと金額が高い馬であればあるほど、きっと能力が高い馬が生まれるのは間違いないとは思うんですけどね。ただこの辺はもうブックフルになってますね。そしたらこの総合評価が高いところにしますか。爆発力が高い馬がいいな。ラインゴールドにしましょう。はい、それでは早速レースを見ていきましょう。土曜日のレース、応援します。やった、東証ペガサスは何番なんだろう。ちょっと一番最初なんで、パドックとかも見てみましょう。朝霞シルバー、ほう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 。で、騎士バレー、成田プリンス、メジロリズム、大隅ソングにエリモローラ、カフェスプリングにメジロツイスト、そして9番に東証ペガサスか。3番人気。おお、いいね。で、まあ、こういう感じで続いていきますと。1番人気はこの朝霞シルバーですね。で、早速見ていきましょうか。先行でいいと思います。レースに関しては今後馬が増えてきた場合とかには重賞だけ見るとかね、まあ、場合によっては G1 だけ見るとか、
まあ、そういう設定に変えていきたいと思いますけども、とりあえずこれ一番初めてのレースになりますので、全部見ていきたいと思います。で、テレビ投票杯、青葉賞 G2 のはずですね。これに2着だか3着までに入ればダービーの出走権も確か得られるはずなんで、東京競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは目白ツイスト。ちゃんと実況が出るんだ。スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して目白ツイストを実況する必要はあまりないといえばないですね。この馬も上がっていく構えです。そして結構リアルな感じですね。6番エリモローラ、その後ろ PS3 では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはハギノカムイオー、そして大きく離れてメジロツイスト、この位置です。その隣にエリモローラ、東証ペガサスが入ってるんで、すぐ後ろピンクの帽子、僕は応援に回りたいと思います。その後ろこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、結構逃げてるな。1番人気のアサカシルバー、今5番手 につけています。東証ペガサスがいますね。先頭から見ていきましょう。ハギノカムイオー先手を取りました。そして大きく離れてメジロツイスト、この位置です。ピンクの帽子、ハイキガバメント、その後ろ 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ20馬身。ああ、今縦長の展開なくなっちゃいましたけど、もう一度先頭から見ていきましょう。9番緑の帽子が取ったのはハイキガバメント、すぐ後ろにメジロツイスト、少し離れてハギノカムイオー、ちょっとだいぶ空いてるけど大丈夫か。そろそろ前詰めていかないと。この位置です。その隣にエリモローラ、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。だってもう最終コーナーでしょ。前はハイキガバメント、ハイキガバメント後続を引き離します。2番手はメジロツイスト、間を挟んでハギノカムイオー。さあそろそろ行かないと。3番手、4コーナーカーブから直線コースに向きました。ハイキガバメント、大丈夫か。1馬身から2馬身のリード、大丈夫か。2番手はメジロツイスト、東証ペガサス大丈夫か。岸バレーいっぱいになった。あと 200m、 ハイキガバメント、先頭ペガサスどこにいるの。後続の足色はどこにもいない。2番手はカフェスプリング、すごい足だ。朝霞シルバー1着、2着にはどうやらすごいけど、朝霞シルバー見事トライアルの勝利。本番に向けて夢が広がります。いやー、それ夢は広がるよね。朝霞シルバーは、東証ペガサスはどこに行ってしまったんでしょうか。KRA ですね、 JRA じゃなくて。ビリツーかい、東証ペガサス。まあ初めてね、勝ってくれたので、ああ走ってくれたんでよかったですね。はい、なるほどね。ちょっと先は長そうですね。東証ペガサスがちょっとまだまだというところもありますんで、まあ、最初のうちはもう本当にね、これ進めることしかできないんで、もうちゃっちゃちゃっちゃ進めていきましょう。とりあえずこのスズサフランが受胎してるかどうか知りたいですよね。え、東証ペガサスダービー出れんの？嘘だろ。絶対出れないと思うんだけど、登録だけしてるだけで出れちゃう。やっぱ G2 勝ったってのでかいな。9番人気ですけど、他どんな馬が出てんだろう。1982年のダービー、僕が生まれた年のダービーは、え、どういうこと。ラインゴールドは受胎したみたいですけど、どういうことだろう。レース見なかった、見なかったの、もしかして。もったいねえな。ただ勝ってないのは間違いないと思うんですけど、疲労が溜まってるみたいなんで、出しますか。はい、ボブ君出してください。シティもうキャンキャンとうるさいわね。あー、あいつか。お客さんがいっぱい来るのもやめてほしいな。
なんかテンポ感がもうちょっとあった方が良かったかもしれないですね。こんな弱小牧場にこんなキャスターがわざわざ取材に来るかな。若干疑問はありますけど、またかい。なるほどね。お祝いの品がもらえるとジャパンカップで活躍したら頑張りましょう。ちなみに当初ペガサスの成績は日本ダービーは何着だったんだ。17着か。あ、しょうがないっすね。まあこんなの関係ないもんな。お、春巻きが出てくれるんだ。はっはっはっは、ここまで見ましょう。春巻きが出るまでね。どんな感じなのか。また客かよ。さあ出ますよ春巻き。はい、レース見ましょう。このレースが終わったら一旦終わりにしたいと思いますんで、まあ勝ってくれることを信じて応援していきたいと思いますけども、実況に関しては基本的にはもうこの東京競馬場、本日の第4レースゲーム内の実況をそのまま聞いていきたいと思います。ダッシュがつきません。さあ先行争い何が行くんでしょうか。まず先頭をつけたぞ。前に行きそうです。それでは先頭から春巻き先手を取りました。6番スティールアーサー、2番手を追走しています。って言ってくれますね。サクセスアイスすぐ後ろ、その隣にカフェワンダー、見せ場1つぐらい作ってほしいよな。このグループすぐ後ろに大隅ドーム、その外から月レース、これは八頭立てですか。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬大手駅の向こう側を通過。スティールアーサー早くも先頭、スティールアーサー後続を引き離します。きましたよ。2番手は春巻きウエスタンターン、3番手さあ直線に入りました。これからの勝負スティールアーサー、どうだ伸びるか春巻き。差はほとんどありません。2番手はスティールアーサー、スティールアーサー、さあ果たしてこの足色はどうか。大隅ドームいっぱいになった。春巻きが出てるぞ今。春巻きが来てる。4番手をキープ。春巻き後ろはどうか。来た。これは強い。これ強いんじゃないの春巻き。完璧です。圧倒的な強さを見せました。いやこれは強いわ。1着2着は大隅ドーム、これはものが違う。春巻き強い。ものが違うとまで言ってくれた。ちょっと嬉しいなぁ。 KRA やったー。春巻きがちょっとなんか嬉しいんで、ちょっと春巻きもう1レースぐらい見ません？見ましょうよ。もう1レース見ましょう。これ普通に嬉しいわ。期待持てるなぁ。ちなみに春巻きは自分で育てたとか繁殖させた馬ではないんですけど、にしても嬉しい。次何に出るんだろう。観光施設が建設できるようになったんだ。ただまだそこまでは行ってないからな。あれ春巻さん出ない感じかな、もしかして。疲れちゃったかな。
あ、出るな。函館2歳ステークス。函館2歳ステークスまで見て、終わりにしたいと思います。4番人気ですね、春巻さんは。ただこの G2 もし勝つようなことがあれば本当に期待が持てますよ。どうかな春巻。函館競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。ゴールデンピクシー、ちょっと出遅れ。先行争い、何が行くでしょうか。桜トリック前に行きそうです。いいところにいるぞ。それでは先頭出だしは悪くはないですね。先手を取りました。黄色の帽子7番が春巻です。赤の帽子オリーブプリマ、その後ろ春巻。この馬もただこれさっきまでの8頭と違って14頭立てですからね。レーシンペンダント、その後ろ、後ろからの競馬になりました。ゴールデンピクシー、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。先頭は依然として桜トリック春巻、ほとんど差がありません。前に出てったぞ春巻が。3番手ゴールデンピクシー、いい位置です。春巻が先頭に出てた。さあここからどうか。このあたりで後続がぐんぐん追い上げていきます。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭変わって春巻、2馬身ほどのリード。後続の手応えもいい。2番手はゴールデンピクシー春巻。先頭は春巻、1着でゴール。春巻1着、2着にはどうやらメテオトップレディ、見事に勝ちました。春巻ゴールデンピクシー敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。春巻強し。ダービー狙っていきましょう春巻で。はい、というわけで春巻、ああなんだ来たな。はい、というわけで今回ねレースシーンも含めてお届けしてきましたけども、このあたりで一旦終わりにしていきたいと思います。次回もお楽しみに。